こんにちは、ピカです。今回からはエピソード3、カオス理論。さあ、それではやっていきましょう。前回のライフイズストレンジでは、どいつもこいつも人をコケにしやがって、二度と近づかんじゃねえぞ。そういうことか、命の恩人じゃん。動画のあなた大胆だったもうほっといてよ。ああ、久しぶりだね。元気にしてたかい、マックス。おばさん、ウィリアムおじさんの件だけど、私も寂しいよ。思い出があれば十分なんだよ。力のこと教えてくれ。よう、ワールド組の最中か。いいが、関係ねえことに。それはレイチェルのだ。なんでてめえが持ってんだ。切り刻まれてえか。お願い、離れて。おいおい、やめとけよ。お願い、助けて。マックス、私には味方なんていない。これケイト助けられなかったよね。なんかマックス、何しに来たのよ。助けれる方法もあるみたいだよ。今日の一件は実に遺憾だが、マックス、まずは君からなぜ屋上へ行ったのか説明してくれないかね。何なのこれ。マックス、今日は日食の日じゃない。わかってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。相変わらずせっかちだな、クロエ。行ってあげるか。ケイトのことを考えずにはいられない。まるで覚めない悪夢のよう。ああ、さすがに真っ暗。闇を照らしたまえ。もう一度時間を巻き戻してあなたを救えるなら、この力を失ってもいい。絶対に真実を突き止めて犯人に。ケイト、その穏やかな心に祝福がありますように。
ねえデーナ、大丈夫？ケイトのことが頭から離れない。もし私のせいだったらと思うと。落ち込んでたのは知ってたけど、あんなに深刻だったなんて。飛び降りようとするなんて深刻どころじゃないよ。知ってることはそれだけ？他に何があるっていうの？マックス、私を容疑者扱いするつもり？もうどっか行ってよ。頭痛くなってきたし。クロエが校舎の前で待ってるはずだ。どこだ？ああ、あったぞ。どうしてはまらないんだ？壊れてしまったんだ。あ、それは私か。ウェルズ校長、なんでいるの？見つかったらまずい。誰も私を追い出すことなどできん。今のところはな。校長に見つかったらまずいって、どこ行けばいいんだ？サミエル、あれ直さないのかな？あ、クロエからメール。って神秘的、灯火みたい。校長まだいるか？どっか行ったか？あ、いるいる。あそこにいる。どうやって出るんだ？あ、巻き戻しか。よし、今のうちかな。おや、よし。鍵を持っていたはずなんだが、どこだ？ああ、あったぞ。忍者に転職でもしようかな。おっと、びっくりした？まさかちびってないよね。クロエ、ふざけるのはやめて。ついさっき目の前で友達が屋上から飛び降りたんだよ。さすがにちょっと無神経だと思う。もし逆の立場だったらこういうことされたい？ごめんマックス、何も考えてなかった。ごめん。あまり愚痴りたくないけど、ケイトが飛び降りた光景は一生忘れられないと思う。私の力が使えなかったせいで役立たずだった。そりゃショックだろ。私にはどうやって慰めていいかわからない。だからバカをする。でもマックスの力があれば全部解決できるよ。謎は多いけどさ。ケイトを自殺まで追い詰めた犯人とかね。これ以上の犠牲者を出すわけにはいかない。それに竜巻がこの町を消し去るのを阻止するだっけ？前にこれはカオス理論だって言ってたよね。
そんなのとてもじゃないけど手に負えないよ。でもその力は操れるだろ。時間と空間が思いのままだ。すごいじゃん。なんか自分の決断に自信が持てなくなってきた。特にネイさんを停学させてから。そんな風に自分を責めるもんじゃないよ。とりあえず手がかりを集めよう。了解。まず第一に、ケイトとレイチェルの周囲には共通の人物がいたということ。クソ親父と姉さんとかな。それだけじゃないよ。だね。単にその二人が一番ムカつくだけだ。全ての鍵はレイチェルが握っている気がする。変かな、会ったこともないのに。そんなこと知るか。私はレイチェルを見つけたいだけ。考えると怖くなるんだ。もしかしたら。生きてると思う。そうとしか思えない。彼女の気を強く感じるから。それが逆に怖いんだよ。マックス、早くレイチェルを見つけよう。早く。大丈夫、絶対に見つけるよ。まずは手がかりを探そう。で、見せたいものって何？驚くなよ。ほら、学校の合鍵、クソ親父からくすねてきた。ほんと感心しちゃう。とはいえ、これ以上問題を起こしてほしくはないけど。こんだけ問題だらけの街だ、今さらどうってことないだろ。やるっきゃないのさ。な、ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ。クロエしかいないでしょう。ポートフォリオを手伝ってくれてありがとうございます。クラスメートたちも君に続いてくれるといいんだが。気が散っていてすまない。今日はいろいろありすぎた。そうですね。何かあったら聞きますよ、ジェファソン先生。ありがとう。君もケイトの件で大変だろうに。ええ、人が死ぬところを見たのは初めてでした。かわいそうなケイティ。ケイティ、君たちそんなに仲が良かったのかい？意外だな。それより、日常ヒーローコンテストは中止になるんですか？いや、コンテストは実施されるし、先生が学校代表を選ばなきゃならないことは変わらない。マックスの写真以外は揃ったんだが。どうせあの子は自撮りしかできませんよ。私の作品を見てくれたでしょ。自撮りなんかよりずっといいじゃないですか。マーク、一緒にサンフランシスコに行きましょう。ジェファソン先生だ。それにまだ優勝者を決めてない。もともと私の作品を評価してくれてるんだから、誰もひいきだなんて思いませんよ。でも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょ、ね、今のは聞かなかったことにするよ。私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりにいろいろ要求されたって言いふらしちゃうかも。今の脅しも聞かなかったことにしよう。話はこれでおしまいだ。君は生徒だろ、寮に戻りなさい。待って、私は。冗談じゃないわ。ありえない。ビクトリアは一体どこまで落ちる気なの？大変なことになってんな、本当に。さすがだね、クロエ。任せな。こんなことして平気かな？お互い目をつけられてるんだし。私の部屋に葉っぱを持ち込んだりするからなんてね。ふざけないで。これって不法侵入だし、冗談じゃ済まないよ。ちゃんと鍵開けて入っただろ。何の問題もないって。真面目な話、刑務所行きかも。大丈夫、ここの警備主任はクソ親父だ。私が警察に捕まって困るのはあいつだし。ってことで早いとこ校長室を調べよう。どうせ捕まっても巻き戻せるんだしさ。でもケイトは
来いよ、残すドアはあと一つだ。こんな帽子をかぶるのは不審人物だけだよ。ここだ。マジかよ、警備員のくせに校長室の鍵持ってね。きっと見られたくないものがあるんだ。絶対開けてやる。実は少しだけどピッキングもかじっててさ、フランク様々だな。ちょっと試してみるか。どうぞ、もう後には引けないし。一応鍵も探して、念のため。うん、わかった。鍵ここにあるよね。鍵だ。でも校長室のはない。外れ。違うね。違う。何もなし。鍵ないみたい。別の方法を探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえればよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。合点承知。ウォーレン、今いい？とりあえずベースに帰還すればいいよ。それよりちょっと教えてほしいんだ。例えばの話だけど、美術室と理科室に入れる状況で鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、どうしたらいいと思う？違うよ、ただ興味があって。ありがとう、さすがだね。いや、いいよ、大丈夫。バックアップ要員ってことで。じゃあ、すぐにやり方を送って。うん、猿の惑星見に行くの楽しみにしてるから。ありがとね。くそ、ふざけんなよ。ダメだよ、みんな起きちゃう。悪い、こっちはお手上げ。そっちは？ちょっと準備してくる。ここに隠れて待ってて。案外私が先にこじ開けてるかもよ。じゃあ勝負ってことで。なんか爆発させるのかなこれ。塩素酸なんナトなんとか、これを探しに行けばいいのか。よし、じゃあ実験室行ってみようか。ウォーレンが科学オタクでよかった。材料を探してみよう。ケイトのロッカーある。
なんか手がかりはないよね。ケイトのロッカー、すごく寂しい感じ。ないよね。この液体ではありませんな。塩素酸ナトリウムは除草剤なんだ。先に言っといてよ、ウォーレン。除草剤？除草剤はここにないだろう。自分でもいいとは思ってないよ。あった、除草剤。塩素酸ナトリウム発見。わざわざ能力を使うまでもないよね。そこの椅子を持ってこよう。必要なものはあと3つ。あ、これ、これか。いるもの書いてあるな。砂糖とジュースの缶とダクトテープ、そして塩素酸ナトリウムか。砂糖とジュースの缶、ダクトテープ。よし、砂糖。調理室とかあるかな、あるかな。カンカンあるか。何もなし、意味なし。え、カンカンじゃなかったっけ。あ、カン、ここにある。よし、カンゲット。よし、2つ見つけた。あれ、戻ってきたか。爆死した。砂糖は警備室にありそうだな。なんか
砂糖あるかな。あ、砂糖あった。砂糖発見。残る材料は一つ。ダクトテープだね。ダクトテープってなんだ。テープだからなんかやっぱここら辺にありそうだぞ。フィスは木の実が好き。サミエルもそうなのかな。材料を探した方がいいと思うな。ここにはなさそうだな。トイレ。昔昔、姉さんがどつかれました。違うか。ジェファソン先生の授業でテープを使ったはず。なるほど、ジェファソン先生の教室に行けばいいんだね。マシーンみたい。姉さんの作品は気味が悪いけど独特の雰囲気がある。いただきます。早くクロエの驚く顔が見たいな。あ、これで走れるのか、 R2 で。よし、これでパイプ爆弾。真打ち登場。これ試してみよう。ドカーンとね。よっしゃ、派手に行こうぜ。火をいただけるかしら。俺こそ侵入だろう。たまんないぜ。さあ離れて。最高。やばい、やっちゃった。これじゃ警察と消防が来ちゃうって。え、どうするよ。なんか証拠を見つければいいのかな。しなきゃ。
パソコンか。あ、なるほど。爆弾は使ってないけど、マックス入った状態になってるぞ。よし。絶対開けてマックスに嫌味言ってやる。ああ、もうどうなってんだよ、クソ。どうぞ、上がってって。魔法かよ。どうやって入ったんだ。教えろよ。友達のおかげかな。よし、早く始めよう。力に頼れるのはここまで。はあ、道理で鍵なんかかけてるわけだ。どれもこれも高そうなもんばっか。悪趣味だけどな。なんだこの鳥、ほんと趣味悪い。退学になってよかったよ。それって校長の趣味が良ければクロエは退学にならなかったってこと？ほっとけ。私は机の上の書類を渡る。この椅子、ダサいけど座り心地は最高。マックス、分かってるよな。レイチェル、ケイト、ネイサン、誰でも、何でもいいから手がかりを見つけよう。任せといて。ウォーレンからメール来たぞ。絵の具をこぼしたようなひどい絵。ファイル山積みになってる。関係ない。生徒のファイル。おかしい、こいつの記録に問題点がないなんて。全部いいこと書いてあるんだ。自分のファイルだ。読まなくないわけがない。あ、これマックスのファイルか。どうせ優等生って書かれてるんでしょ。ビクトリアだな。ウォーレンに犯罪歴がないか確かめないとね。終わりか。あとファイル2つだね。え？レイチェルは特に問題を抱えてなかったみたい。警察の捜査についてはあまり記載がないな。あ、これ必要なんだろう、レイチェルのファイル。
これじゃ退学にした校長を責められないよ。本当に不良だ。これクロエかな。クロエだ。ファイルはあと一つ。きっとどこかにあるはず。ケイト、あとケイトのファイルか？何もなし。大きくて使いにくそう。もし署名してたら違う結果になってたかな。あ、ファイルある。姉さんの父親も人を脅すんだね、カエルの子は。よく探そう。生徒記録に何か情報があるはず。生徒記録？これじゃないの？自分のファイルだ。読まなくないわけがない。どうせ優等生って書かれてるんで、ウォーレンに犯罪歴がないか確かめないとね。全員見たんだけどな。これ違う。関係ない。あ、ここにもある。山積みになってる。違うな。あ、これなんかファイルだな。そしたらこれランプつければいいのか。よし。ケイトのことがまとめられてる。気弱で優しくて学校では浮いてた。よし、ケイトのあったぞ。これで全部見つけたはず。クロエに合流しよう。マックス、ちょっとこれ見てみろよ。レイチェルが麻薬を所持しているとネイさんが訴えた。私に悪影響が及ぶと考えたクソ親父もそれに同調しただと。デイビッドとネイサン・プレスコットが組んでるならまずいね。ネイサン・プレスコット三世、大した名前だぜ。プレスコット家はネイさんの本当の記録を金で揉み消したな。学業不振、教師からのクレーム、謹慎処分。私よりひどい。とりあえず姉さんは停学になったけど、そっちのノートは？開いて。ただの落書きだろ。違う。ほら、レイチェルは暗い部屋の中、暗い部屋の中、それが永遠と。イカれてる。どういう意味なんだ。姉さんはマジでおかしい。
絶対にレイチェルの失踪に関係してる。これを見て。デイビッド M はいつも聞いてくる俺の頭の中のことを、デイビッド M が従うルールに俺も従う。何なの？こいつらグルなんじゃないのか。相当来てるな。デイビッドはケイトや私に絡んでただけじゃなく、レイチェルにも嫌がらせしてた。ガレージにあるあいつのファイルを調べるしかないね。情報は手に入れたし、さっさと帰ろう。でもその前に手土産を。この椅子はダメだからね。心を読んだのか、それとも私が椅子を盗もうとして巻き戻した。いや、ややこしいな。親友だから考えてることくらいわかるよ。もう出た方がいいよ、調子に乗りすぎ。おっと、これは何かな。マジかよ、金だ、ラッキー。障害者基金にしては大金だね。5000ドルある。今夜中にフランクに金を返せるぜ。これで奴の気も収まるだろ。なんだよその顔、まさか巻き戻して独り占めする気か。説教よりはマシだけど。どうしよう。盗んだれ。フランクはレイチェルについて何か知ってる。お金があれば聞き出せるかも。さすがマックスだ。残りの金でポートランドまでドライブだ。散財するぞ。どうせ悪い金だろ。タトゥー、ビール、ドーナツ、パウエルズで本も、あとストリップクラブなんてね。でもいいかも。お金を取ってしまって最低の気分。嫌な予感がするな。人泳ぎだ。今ならプールに誰もいない。泳ぐってこれ以上無茶する気？今週は散々だったし、少しはハメ外したっていいだろ。どうせ仕事は終わったんだ、金も手に入れたしさ、ちょっとだけだって。そうだね、それもいいかも。行こう。あ、いいノリだ。だんだん染まってきたな。本当に来ちゃったよ。そんなことより温水プールだ。見つからないように用心しようね。私生徒なんだし。その力があれば怖いもんなしだって。クロエすごく楽しそう。ここは彼女の悪巧みに乗ってあげよう。はい、それでは今回はここまでにしときます。それではまた次回お会いしましょう。